RIM-161 スタンダードミサイル3は短距離から中距離の弾道ミサイル迎撃を目的とする感染発射型弾道弾迎撃ミサイルイージス弾道ミサイル防衛システムの一部を構成する SM-3 は計画を主導するアメリカ海軍及び研究開発に参加している日本の海上自衛隊に配備されている韓国や オーストラリアも自国海軍への配備を念頭に、それぞれ SM-3 について関心を持っている。SM-3 は RIM-156 スタンダードミサイルに、ブロック4をもとに開発された。第1弾、第2弾、誘導制御、システム、ミッドコース、大気中でのミサイル誘導システムはこのミサイルと同じものを用いている。 飛行範囲が大気圏外に達するため、デュアルスラストモーターを推進機とする第3弾も追加された。初めての実写試験は1999年9月に行われた。2001年1月の3回目のテストでは、キネティック弾頭の切り離しまで確認し、2002年1月には、ミニットマンを改造した標的ミサイル弾頭への衝突に成功した。 2006年6月に、初めて発射テストが行われた、ブロック IA は2010年時点での配備済み SM-3 の大半を占めている。短距離及び準中距離弾道ミサイルを撃墜、可能だが、中距離弾道ミサイルについては、限定的な対処能力、大陸間弾道ミサイルは長距離探索、追跡が可能だが、撃墜はできない。 中距離弾道ミサイルに対する対処能力を得る。ブロック IB は2009年7月13日に最終設計審査をパスし、アメリカ海軍で配備が始まっている。ブロック EA では限定的な大陸間弾道ミサイルへの対処能力が付加される。ブロック IB までは最低弾のみ21インチ、残りのブースター系は13.5インチだったが、ブロック EA では すべての弾が21インチに拡大された。これにより燃料搭載量を増やすことができ、最終到達速度が45から60%増加し、キネティック弾頭が大型化された。日本はブロックイヤーから開発に参加しており、ノーズコーン第2弾を呼び、第3弾の誘導、制御システム第3弾を担当している。平成23年時点では、 日本側が10から12億ドル、アメリカ側が11から15億ドルを負担している。日本政府はブロックイーヤについて武器輸出3原則の例外として第三国への輸出を認める方針を固めており、2011年6月にアメリカ側に伝達される予定である。ブロックイーヤのデリバリーは2018年を予定している。 2020年11月17日、ハワイ北東海面上のアメリカ海軍ミサイル、駆逐艦、ジョン・フィーンから、マーシャル諸島クエジェリン干渉の実験施設から、発射された ICBM に見立てた、飛翔体を、衛星システムからの情報に基づき SM-3 ブロックイヤーで迎撃し、飛翔体を破壊した。SM-3 ブロックイヤーの初の実写テストで、成功を収めた。 SM-3 ブロック IIB は2006年から検討が進められてきた。予算の承認にあたり、アメリカ合衆国会員軍事委員会は日本の参加を条件に加えており、日本政府ではブロックイヤの開発遅れや開発費の高騰を懸念して留保していたが2008年に計画の承認を決めた。マーブ対応型であるとの報道もあったが、続報はない。 2011年4月にボーイング多数社はブロック IIB のコンセプト設計契約をアメリカミサイル防衛局から受注した。数社の中から本格的開発及びフライトテストを担当する一社が2013年までに決定される。配備は2020年を予定している。地上配備型の SM-3 も検討されている。 これはイージスアショアサイトと呼ばれ、アメリカが主導するヨーロッパにおけるミサイル防衛計画において配備が計画されているもので、一つの施設は地上型スパイ -1、レーダーと24機の SM-3 から構成される。SM-3 の発射装置は関西型、VLS を元に移動可能なものを開発する。イージス艦に備えられた、案。 スパイマイナス -1 レーダーが弾道ミサイルの飛行を探知し、イージスシステムが必要な計算処理を行う。迎撃命令が下されると、第1弾のマーク72個体燃料ロケットに、点火されマーク41垂直発射システムから SM、SM-3 が発射される。ミサイルは発射後にカントのデータリンクを確立し、一つ目の、ブースターが燃焼し尽くすとこれを切り離し、 マーク104デュアルスラストロケットモーターが点火する。ミッドコースでは、ミサイルは GPS データ及び艦から送られる情報により誘導される。第2弾の燃焼と切り離し後は、マーク136個体燃料を第3弾、ロケットモーターが点火し、必要ならば、大気圏を突破して飛行する。第3弾は目的を捕捉するまで、 パルス燃焼で30秒程度飛行する。第3弾が切り離されると、軽量体危険外迎撃体キネティック弾頭が、艦からの座標情報をもとに目標を探索する。キネティック弾頭のセンサーが、目標の最も脆弱な箇所を探知し、軌道修正、姿勢制御装置が、弾頭に取り付けられた複数の噴射口からガスを、噴射し目標の箇所に誘導される。 ダックスの性能確認試験の様子については防衛庁技術研究本部のホームページにおいて画像と動画が公開されている。弾頭が目標に衝突すると130メガジュールの運動エネルギーにより目標は破壊される。アメリカ国防総省はこれまでに行われた SM-3 のテストでは84%の 目標が破壊されたとしており、バラク・オバマ大統領も SM-3 の性能を立証済みで実践配備可能であると述べている。その一方で、一部の政治家やメディア、専門家の間では、SM-3 の実効性を疑問視する意見もある。2010年5月17日にニューヨーク・タイムズは、公表済みの映像データを検証した結果、 ミサイル本体は破壊されているが核弾頭は能力を失っていないものが多く実際の成功確率は10から20%程度であるとする専門家のコメントを掲載した同期時中においてコメントを求められたアメリカ国防総省はこの結論は根本的に誤りであるとしているが対象となる10回のテストの中で4例については 模擬弾頭を搭載していなかったことを認めたとも記されている。ミサイル防衛局は数日後に反論をリリースし、プロトタイプの迎撃体を使用した初期のテストは、目標に到達させることだけが目的であり、高価な模擬弾頭は搭載しない場合もあったこと、その後のブロック I とブロック IA のコンフィギュレーションにのっとって行われたテストは、弾頭の無力化を目的としており、 フルサイズの目標やさらに迎撃が困難な小型目標、分離型弾頭についての迎撃テストでは19回中で16回成功を収めており、これは十分な成果であるとしている。NATO のミサイル防衛構築に反対しているロシアは、アメリカが計画しているポーランドやルーマニアにおける SM-3 の配備がロシアの核抑止力にダメージを与え、将来的に 相互核張破壊の崩壊につながりかねないとして強く反発している。ロシアはアメリカのこれらのミサイル防衛システムはイランのミサイル及び核開発を考慮したものであり将来改良されたとしてもロシアの有するミサイル兵器では対応できないとして核戦略の見直しを余儀なくされている。アメリカ海軍の艦の中で 弾道ミサイル防衛に用いられる能力を有するのは、イージスシステムを備えるタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と RA バーク級ミサイル駆逐艦の艦である。ミサイル防衛局と海軍は22のタイコンデロガ級のうち最低10隻 RA バーク級については全艦を BMD に対応させることを希望している。2011会計年度に84隻存在する。 イージスシステム搭載艦の合計数は2020年頃に93隻になりその後徐々に減少すると見られる。既存の艦への BMD 能力負荷はコンピューター及びソフトウェアの回収とミサイルの搭載からなる。2010会計年度以後に建造される RA バーク級については建造時から BMD 能力が付加されている。 3.61バージョンへの回収は1000万ドルから1500万ドル。4.01バージョンへは5300万ドルの経費が必要である。3.61から4.01への回収は4500から5500万ドルである。ブロック IA と IB はすでに配備が進んでいる。ブロック E アワー2014会計年度から調達が開始される。 2017年2月3日、米ミサイル防衛庁は、ハワイの西海岸において SM、SM-3 ブロック 2A の迎撃試験が、成功したと発表した。発射したのは、イージス駆逐艦ジョン・ポール・ジョーンズで、迎撃対象は、準中距離弾道ミサイル標的であった。2018年10月26日、ハワイ沖で実施した、迎撃実験に成功したと発表した。 同年12月11日、ハワイ沖で実施した迎撃実験に成功したと発表した2020年11月17日、ハワイ沖で実施した迎撃実験において SM、SM-3 ブロック 2A の迎撃試験が成功したと発表した。迎撃対象は、大陸間弾道ミサイルでイージス艦から発射された弾道弾迎撃ミサイルによる実験は初である。なお、 この実験は本来同年5月に実施される予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって延期されていた。USA-193 の撃墜2008年2月14日にアメリカ政府高官は打ち上げ直後から不具合が発生して軌道を外れていた。 偵察衛星 USA-193 を SM-3 を用いて破壊すると発表した。衛星には燃料として毒性のあるヒドラジンが搭載されており、居住地区に墜落した場合に被害が出るのを懸念した処置であるとしている。衛星攻撃兵器として設計されていない SM-3 のソフトウェアは衛星攻撃用に最適化された。 2月21日3時26分に北太平洋に配置されたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクエリガ s スウェム3を一気発射し大気圏への再突入直前だった太平洋上高度 247km にある衛星を撃墜することに成功したこの時の接近速度は22,783マイルパーアワーだった アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ディケーター、ラッセルの他陸上、海上、衛星のセンサーも作戦に関与した。2007年12月18日ハワイカウアイ島沖で行われた発射試験 JFTM-1 にて太平洋ミサイル試射場から発射された模擬弾道ミサイルを目標として SM-3 ブロック IA を発射する。 海上自衛隊のミサイル護衛艦、今後1998年8月の北朝鮮によるミサイル発射実験を受けて、日本政府はアメリカが研究を進めてきた弾道ミサイル防衛プログラムに参加することを決定した。1999年8月に、両政府は日本のイージス弾道ミサイル防衛システムの研究開発への参加を取り決める了解覚書に、 調印した。2003年に日本政府は SM-3 を用いた海上配備型と PAC-3 を用いた地上配備型の2種類の弾道ミサイル防衛システムを導入することを決定した。混合型護衛艦全4隻は順次 ABM 能力を付加するための回収が施され、ブロック IA が配備された。 2007年12月17日に、本号は、ハワイ沖で SM、SM-3 ブロック IA を用いた、模擬弾道ミサイルの撃墜に成功した。残りの3隻についても実写試験が行われた。2010年11月20日に行われた、懲戒による発射実験では、目標の撃墜に失敗したが、設計製造に関係するような問題はないとしている。 2009年の北朝鮮によるミサイル発射実験に際して日本政府は弾道ミサイル等が日本の領土に墜落した場合にはこれを迎撃すると発表した。非常時の BMD 運用手順を追加する形で2005年に改正された自衛隊法に基づき航空総体司令官の指揮する BMD 統合任務部隊が結成され SM-3 搭載護衛官 情報収集及び警戒監視部隊 PAC-3 を装備する校舎部隊及び航空警戒管制部隊がそれぞれ配置されたほか SM-3 を装備する在日米軍のシャイローも動員された。4月5日11時30分に発射された銀河2号は東北地方の上空を通過し発射命令は下されなかった。 2007年と2008年にそれぞれ収益したアタゴ型護衛艦2隻は当初弾道ミサイル迎撃能力を持たなかったものの増大する北朝鮮の弾道ミサイルの脅威に対応するためイージスシステムのアップグレードとともに SM-3 の搭載能力を獲得する改修が行われることになった2018年9月12日改修を終えたアタゴがハワイを気にて SM-3 ブロック IB による迎撃試験を行い、模擬弾道ミサイルの撃墜に成功した。二番艦である足柄も回収は進められているが、2020年11月現在、SM-3 の発射試験は行われていない。また2019年度予算において、回収後のアタゴ型護衛艦に SM、SM-3 ブロックイヤーの搭載能力を、 獲得するためのさらなる回収予算が計上されている。2020年より収益中のマヤ型護衛艦2隻は、収益当初より弾道ミサイル迎撃能力を有し、SM-3 ブロックイヤーを搭載している。2018年10月に大韓民国国防省と韓国海軍が導入を検討していると発表。すでにアローとパトリオットミサイルを配備しているイスラエルは、 地上配備型 SM-3 の調達を検討している。バラク・オバマ大統領は2009年9月17日にヨーロッパにおけるミサイル防衛計画である段階的防衛計画を発表した。エパーは4段階から構成される。第1段階は SM-3 ブロック 1A を搭載する。 イージス艦の配備で2011年5月に、モンテレーの地中海配備により開始された。第2段階は、地上配備型 SM-3 施設の建設と SM、SM-3 ブロック IB の導入。第3段階は2つ目の SM-3 施設建設とブロック EA の導入。第4段階は、ブロック IIB の導入である。この計画は、 西太平洋やペルシャ湾沿岸地域にも応用可能であるとしている。ポーランドジョージ・ W ブッシュ政権はチェコにレーダーをポーランドにグビーミサイル防衛施設を建設することを合意していた。オバマ政権はこの合意を2009年に破棄したが地上配備型の SM-3 システムをポーランドに配備することを2010年7月3日に 発表、2011年9月15日、弾道ミサイル迎撃用ミサイルの地上配備へ向けた合意文書が正式発行した。日米が共同開発している SM-3 ブロック EA が初めて第三国に供与、配備される。ルーマニアアメリカとルーマニア両政府は SM-3 ブロック IB の施設を ルーマニア南部のデベセルにある急空軍基地に建設すると2011年5月に発表した。イランからナトー諸国を目標とする短距離、中距離弾道ミサイル発射を想定しており、2015年の運用開始を目標としている。軍事評論家の岡部遺作が監修している。 ABCDEFGHIJ ロナルドルークネイビーイージスバリスティックミサイルディフェンスプログラムバックグラウンドイシューズフォーコングレスフェデレーションオブアメリカンサイエンティスツ2011年5月29日閲覧イージス TMD インプリケーションズフォーオーストラリア2014年5月21日閲覧 P1815 行目を参照 Easy StMD, Implications for Australia.2014 年5月21日閲覧。P18-16 行目を参照 AB、レーシオン RIM-161 スタンダード、SM-3。Directory of US Military Rockets and Missiles。2011年5月28日、閲覧。RIM-161SM-3、アップグレーズ。3, GLOBALSECURITY.org2011 年5月29日閲覧。レーシオン、スタンダードミサイル -3 ブロック IB、コンプレッツメジャーデベロップメントマイルストーン、G。GLOBALSECURITY.org2011 年5月29日閲覧。誘導武器の開発、調達の現状。 2012年4月16日閲覧。政府、米の、第三国輸出要人を伝達へ、日米開発迎撃ミサイル、共同通信、2011年5月25日、ジャパンコニシダーズエクスポートオブ SM-3、ブロックイーヤミサイルズ、ディフェンスニュース、27メイ2011、ケネス・ケスナー、レーシオン、 ミサイルプラントアットレッドストーンアーセナルオンスケジュールディスパイトストームズフェデラルバジェットオーリーズザ・ハンツビルタイムズ HTTP ブログアルドットコムハンツビルタイムズビジネス2012-03レーシオンミサイルプラントアットレッズ HTML2012 年3月30日閲覧米北の ICBM 迎撃へ2段構えイージス 艦発射実験が成功を産経新聞2020年11月18日日米共同開発の迎撃ミサイル多弾頭の導入を日本が了承読売新聞2008年5月3日 SM-3 ブロック IIB のコンセプト設計契約を米ミサイル防衛庁から受注ボーイングキネティック弾頭要素の性能確認試験の結果について 防衛庁技術研究本部 SM、SM-3 ファクトシート。レーシオン、2011年5月28日閲覧。レビューサイツフローズイン US、アンティミスルプログラム、ニューヨークタイムズ、メイ17、2010、ミサイルディフェンスエージェンシーレスポンズ2、ニューヨークタイムズアーティクル、DOD。ライブ、メイ18、2010米国、ルーマニア。 MD 建設地で合意ロシアは反発。毎日新聞。2011年5月5日 US。ジャパンサクセスフェリー・コンダクト・ファースト SM-3、ブロックイヤー・インターセプトテスト・ハット US。ジャパンサクセスフェリー・コンダクト・ファースト SM-3、ブロックイヤー・インターセプトテスト・ハット。新型ミサイルが、迎撃実験に、成功33年度導入に前進。 産経新聞。https://www.sankei.com/smp/politics/news/181027/plt1810270003/s1.html2018 年10月27日閲覧。ミサイル迎撃実験成功日米共同開発の新型。 日本経済新聞 https.r 日経 .com アーティクル約スムゾ 37012860X21C18AAA3000S イコール02018年10月27日閲覧米国国防省による弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの発射試験について防衛装備庁 2018年12月12日閲覧。日米、ミサイル迎撃実験に成功。時事通信。https://news.infosek.co.jp/.article/.181212jijix194/.2018 <positives. S 1> 年12月12日閲覧。迎撃ミサイルの実験成功日米共同開発。 産経新聞。https://www.sankei.com/smp/politics/news/18121/plt181210035/s1.html2018 年12月12日閲覧。ab、映像、米会場から ICBM 迎撃に。 初成功日米共同開発の迎撃ミサイル。2020年11月18日閲覧。米、ICBM 迎撃に初、成功日本と共同開発ミサイルで、会場からも、可能に2020年11月18日時事通信。ロリータ C、ボールダー、ザ・ソシエーテッド・プレス、US-2、トライツーシュートダウンスパイ・サテライト。 ワシントン・ポスト、2011年5月28日、閲覧。ディフェンス・リンク・ニュース・トランスクリプト、DOD ・ニュース・ブリーフィング・ウィズ・デピューティーナショナル・セキュリティ・アドバイザー・ジェフリー、ジェン、カートライトナサード・ミニストレーター・グリフィン。2011年5月28日、閲覧。サテライト・シュート・ダウン、ハウ・イット・ウィル・ワーク。スペース・ドット・コム。2011年5月29日、閲覧。 ネイビーヒッツサテライトウィズヒート、シーキングミサイル、スペースドットコム、2011年5月29日閲覧。DOD、サクシーズインインターセプティングノンファンクショニングサテライト、US デパートメントオブディフェンス。 http www.defenselink.mil スラッシュリリーシズスラッシュリリース .aspx リリーサイトイコール117042011年5月28日閲覧ネイビーサクシーズインインターセプティングノンファンクショニングサテライト US ネイビー http コロンスラッシュスラッシュ www.neavy.mil スラッシュサーチスラッシュディスプレイドットアスプストーリー ID コール35114 2011年5月28日閲覧護衛艦懲戒の SM-3 発射試験において標的の命中に至らなかった原因の調査結果について防衛省2011年5月29日閲覧 弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令。防衛省。2011年5月28日閲覧。ノース、コリアファイヤーズロング、レンジロケット、リポーツ。シドニーモーニングヘラルド。http コロンスラッシュスラッシュ www.smh.com。au、ワールド。 ノースコリアファイヤーズロングランジロケットリポーツ -29405 から九精霊 C1 HTML 2011年5月29日閲覧防衛省自衛隊イージス護衛艦アタゴからの SM-3 ブロック1 b 発射試験の結果について、www.mod.go.jp 二千二十年十一月十三日閲覧 平成31年度予算の概要。防衛省。2020年11月23日閲覧。インク、産経デジタル、動画あり、初の共同抗戦能力、イージス艦、マヤ収益情報共有で、防空能力向上。産経ニュース。2020年11月23日閲覧。ラントベースド SM-3S4 イスラエル、アザーズ。 2011年5月28日閲覧。ミサイルディフェンスイズキー州オブ・オバマズ。ポーランドビジット。ボーアニュース。メイ26。2011米ミサイル配備。ルーマニアに続きポーランドも2011年9月15日23時24分読み売新聞。ミサイルディフェンスイン・ロマニア。ボーアニュース。2011年5月29日閲覧。 RIM-161SM-32011 年5月28日閲覧ありがとうございます。